前回の女子サッカー特集は大好評だったわね。このチャンネルの視聴者はほとんどが男性だからな。つまりそういうことだぜ。女子サッカーってアイドルみたいな魅力もあるわよね。実は可愛い女子サッカー選手ってまだまだいるんだぜ。あらそうなの？ぜひ教えてほしいわ。今回も前回に続いて、ガチで可愛いサッカー選手を紹介していくぜ。とっても楽しみだわ。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。はじめに紹介するのは、超おすすめの吉田渚選手だぜ。ショートカットがよく似合っててとっても可愛いわね。徳島出身の吉田選手は2つ年上の兄の影響で小学校からサッカーを始めたぜ。小学校5年生からはリベルタ徳島 FC に加入、中学ではリベルタに参加しながら、兄と同じ男子のチームの練習にも参加していたぜ。兵庫県の日の本学園高校に進学後は高いレベルの中で実力を磨きながら、持ち前のスピードと体力を活かしてすぐにレギュラーを獲得。しかしその後吉田選手に悲劇が訪れたんだ。何があったのかしら？最愛の兄が交通事故で亡くなってしまったんだ。それはとっても辛かったでしょうね。吉田選手も現実をなんとか受け入れながら眠る兄に全国制覇を誓ったんだ。そして高校3年時には本当にインターハイと選手権の2冠を達成。その後は大学を経て現在は横浜 FC シーガルズに所属して、なでしこリーグで活躍しているよ。頑張っている選手は応援したくなるわね。可愛いだけが魅力じゃないんだぜ。続いて紹介するのは小原ゆりあい選手だ。北斗の拳好きの母にゆりあと名付けられた小原選手は、小学生の頃地元青森県十和田市のスポーツ少年団でサッカーを始めたんだ。中学生時代は県内のクラブでプレー。高校は宮城県の時和木学園高校に進学。在学中には全日本女子ユースで3連覇を果たしたチームで主力として活躍したぜ。高校時代から日本のトップレベルだったのね。2009年にアルビレックス新潟レディースに入団し、その年はアンダー19としても活躍したぜ。まさに順風満帆な選手生活ね。実はそうでもないんだ。小原選手は2012年に右膝を、2015年に左膝の前十字靭帯を損傷するという大きな怪我を経験しているんだ。両膝の前十字靭帯を損傷する人なんてなかなかいないわね。それでも2014年にはフル代表デビューを果たしたり、萌え袖が可愛すぎるとネットで話題になったりしながら、2021年までプレーを続けたよ。10年以上も選手としてプレーしていたのね。今は横浜 FC サッカースクールのコーチに就任して後進の育成に精を出しているぜ。その中からいつかまた日本代表が出るといいわね。続いてはかつてヤングなでしこの宝石と言われた名尾本光選手だ。小学校1年生の時、兄の影響でサッカーを始めたユーホン選手は、13歳で福岡 J1 クラスのトップチームに登録されたぜ。若くして頭角を現していったのね。2010年にはアンダー17女子ワールドカップで日本の準優勝に貢献。その後は筑波大学に進学し、2014年には A 代表に初招集。この年はなでしこリーグでも27試合で5得点と存在感を見せ、ベスト11に選ばれているぜ。その後は海外リーグを経て、現在は浦和レッズレディースでプレーしているよ。なお元選手は昨年の日本代表にも選ばれているのね。現在、28歳とまだまだ現役でプレーしてくれそうだよな。これからの活躍にも期待したいわね。ファッション誌のモデルにも挑戦しているし、今後もマルチに頑張ってほしいところだな。サッカーだけじゃなくてルックスを活かした方面でもこれから楽しみね。続いてはなでしこのレジェンドから宇津木留美選手を紹介するぜ。女子ワールドカップで優勝した時のメンバーね。宇津木選手は兄の影響もあり2歳からサッカーを始め6歳で地元のチームに入団。抜群の運動能力と努力の成果もあり、小学校4年時に川崎フロンターレの下部組織のセレクションに合格し、その後14歳で日テレベレーザに入団。その勢いはとどまらず、なんと16歳にして日本代表入りを果たし、数々の国際大会に出場したぜ。そんなに若くして日本代表になるなんてまさにレジェンドね。北京オリンピックや日本が優勝した2011年の女子ワールドカップでもメンバーに選ばれ、テクニックを活かしたプレイスタイルから繰り出す攻撃的なパスが得意だぜ。2015年の女子ワールドカップでも多くの試合に出場し、日本の準優勝に貢献したぜ。長くにわたって日本の女子サッカー界を支えてきたのね。これまでにフランスやアメリカのリーグでプレイしてきたけど、現在は日テレベレーザで活躍しているぜ。みんなのお姉さん役としてこれからも活躍を期待したいわね。さて最後に紹介するのは中田亜佑選手だぜ。山梨県出身の中田選手は小学校1年からサッカーを始め、中学校まで自分の父親が指揮するフォルプナ FC でプレーしていたぜ。ここまでの女子選手もそうだけど、家族の影響でサッカーを始める選手ってとっても多いのね。確かに女子の場合は兄や父の影響が強いイメージはあるな。高校は名門の時和木学園高校に進学し、1年時と3年時に全国制覇。この頃から年代別の日本代表に選ばれるようになり、ますます実力を伸ばしていったぜ。高校卒業後は神戸レオネッサに入団。その美貌からなでしこリーグの人気者になっていったんだ。2021年シーズンからは大宮アルディージャでプレー。29歳だし、まだまだこれからも第一線で頑張ってほしいところだぜ。中田選手は YouTube もやっているのね。チャンネル登録しなきゃね。最近は更新が滞っているけど、いつかコラボしてもらえないかしら。どう考えても無理だろ。
今回の動画はどうだった？女子選手ってスポーティーなイメージが強いけど、アイドルみたいな選手もいるのね。そうだな。選手もただサッカーが上手いだけじゃなくて、みんなから愛される選手になることが必要とされるよな。これからのなでしこジャパンもみんなから愛されるチームでいてほしいわ。私たちのチャンネルみたいにね。はいはい。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次回も女子ネタあるかもよ。なかなかハマってるね。それでは皆さん、さようなら。